ジェミニ天文台は、ハワイのマウナケア山とチリのパチョン山に、合計8メートルの高学赤外線望遠鏡を持つ天文台である。アメリカ、イギリス、カナダ、チリ、オーストラリア、アルゼンチン、ブラジルの国際共同プロジェクトであり、プロジェクトに名を連ねる国の天文学者は、その国が、 ジェミニ天文台に供出する資金の割合に応じて観測時間を獲得することができる。南北両半球に望遠鏡を持つことにより前天に存在する天体を観測することが可能になっている。ジェミニ北天文台の本部はハワイの広にあるハワイ大学校内にある。ジェミニ南天文台はチリのラセレナのセロトロロ半米天文台を拠点としている。 ジェミニ望遠鏡の主鏡には赤外線の反射率がアルミメッキよりも優れた銀メッキが施されている。望遠鏡はコンピュータネットワークを用いて遠隔で操作できるようになっている。建設費は南北合わせて1億8400万ドルで一晩あたりのコストは約4万ドルである。一般に外気温とドーム内気温の差が大きい場合には 空気の揺らぎが発生し、天体像が歪んだり解像度が悪くなったりする。ジェミニ天文台ではこの気温差を低減するため、観測中はドーム上部を持ち上げられる構造になっている。予算が降りないため、イギリスがプロジェクトから脱退を検討している。それに対して存続を求める運動が起きている。観測割り当て時間を売却することによって予算を補填し、 当面は存続される見込み。ジェミニ北望遠鏡ハワイ島、マウナケア山のマウナケア天文台群の中、標高4213メートル地点に設置されている。ファーストライトは1999年、観測装置として以下の装置を揃える。ジェミニ南望遠鏡チリ中部のパチョンさん、標高2722メートル地点に設置されている。 ファーストライトは2000年。付近には、アメリカ国立工学天文台のセロトロロ、半米天文台もある。湿度が低い環境にあり、空気中の水蒸気も少ない。そのため、赤外線が減衰しないので赤外線観測に適している。ありがとうございます。